4900まで行きました。今度は昆虫ですね。昆虫。神道では中今って言いますよね。今と個々です。書はもって宙を含む。宙なるものは書に冠たるものなり、字はもって根を開く。根なるものは字に活するものなり、ゆえに。こうしてコピーしておきます。王は仏を入れ、中よくこれを意す。根根は気を引き、根よくこれを運す。しかしてこの意す、これはもう意の一番良い例は、意すの一番良い例はこれです。意す、これまあ天の北極と天の南極なんです。まあこういうふうに書いているんですけど、こっちの方がいいかもしれませんね。これは天慶惑問にある図ですね。天慶惑問の図です。ここは多分日本ですね。だからまあ天慶惑問から作った梅園先生自作の天球儀ですね。天球儀でこの椅子というのはこの中心とかね、こういうのがピシッとこう定まっている、こういうことを椅子っていうんです。今よくこれを運す。意するものはよく没す。運するものはよく現る。故に右往はその往をおろさず、中卒はその根根を表さず。仏立ちて中を認む。自運して根を表す。すでに仏をろすれば、すなわち小の小といえどもなお破るべきなり。ただ中はすなわち破るべからざるなり。そうかね、中はすなわち破るべからざるなり、破るべからざるものにあらざれば、いずくんぞ天地を乗せてたわまざるをえん。すでに敬意を濃くすれば、すなわち単の単といえでもなお咲くべきなり。ただ今はすなわち咲くべからざるなり、咲くべからざる者にあらざれば、いずくんぞ万路を集めて残さざるをえん。これで対がきれいですね。真は用いざるところなし。故に時期はおのおの通じて、これでいいでしょう。時は行き、期は来たる。来たる者はまさに当たらんとす。行く者はすでにいす。しかして今はすなわち正気の介するところなり。この正気の介するところがフレームで例えたところですね。こっち持ってきましょうか。フレームレートですね。で、まあ出ますよね。フレームレート。フレーム。レート。ちょっと立って作業してるもんですからね。ずっと座り詰めだとどうも。無菌性前立腺炎って今増えてますね。それになりかけてるんで、これがまあ正気の介するところです。他のところでも解説しましたけれども、こういうそのこれを使いましょうか。この一瞬一瞬のこの現在という根という面の未来面を正と言ったんです。で、
過去面を切っていったんです。正気の介するところ、正気の介するところ、まさにこの厚みのない現在という一瞬しかないんですよね。正気の介するところなり、どこに行ったかな、ここですね。ところなし、正気の介するところ、この正気の介するところがここなんです。プラス、まあこの面があるとすれば、これがゼロなんですよね。でマイナスになる、まあ、直行座標でいう、で言えば縦軸ですよ。この横軸が空間なんですよ。だから、まあ、プラスマイナスなんですよね。未来面、過去面ですからね。これをどういうふうに考えるかは、例えば複層数とかを入れて考えるかどうか、興味の尽きないところではあります。正気といっても漢文の漢字の文字として考えて、このフレームレートとかを頭の中で描けない人はまず意味が分かりません。ここですね。仏は対せざるところなし、故に諸仏はおのおの律して、諸は入れ、仏はおる、おればすなわちこれに乗る、いるればすなわちこれを乗す、しかして中はすなわち常在の所在なり。仏は対せざるところなし、仏は対せざるところなし、ここで説明しましたね。この仏は対せざるところなし、この一文だから、これも仏が対してこのリソスフィアになっている岩盤層に、でこれも途中、まあ、岩石とかありますけど、仏が対して石になっている。仏の対するところで雨が降ってくる、これも仏が対してるんですよ。こういうふうに、こういうふうな形になって上から降ってくる、仏が対してる。雲は、これも仏が対してるんです。全部仏なんですよ。天はこうなっている、これも仏が対してるんです。だから対していない仏っていうのはないんですよね。それが仏は対せざるところなし。でこの時代にこういう世界を見ていたということが驚異的なんですけども、これに思い至らない、その漢文を読める人は中国の古典を読んでますからね、あるいは仏典とかね、するとこういう超近代的な思想がここにあるとはわからないんですよ。だからそこのとこはもうちょっと突破したいですね。で字に陰見あり、書に没露あり。で字に陰見ありというのはさっきのフレームレートなんですよ。で字で剣、剣に字ってある、剣字と陰字ってあるんですよ。剣字はすなわち終身の遊ぶところ、もうこの今と一瞬いう一瞬以外のどこにも存在できないんですよ。だからでこの未来と過去、未来領域と過去領域は陰字です、隠れた時です。でこういうことが思い、こういうことに思い至らないと、この文の意味がわからないです。没書はすなわち晩婚の託するところなり、これが無限章の一点たる中なんですよ。ここにしましょうかね。没書はすなわち晩婚の託するところっていうのがここなんですよ。でこれ地球の中心をこう書いてるんですけど、この中心に地球の中心持ってこようが、月の中心持ってこようが、太陽の中心を持ってこようが、何の中心を持ってきても自由なんですよ。ここは地殺没部ですから、物質性ないですから、どんな物質持ってきても構いません。
だから、まあ、万有引力に思い立っていたかどうかは分かりませんけれども、ニュートンがそういう説を書いた本を出版しているということは出島経由で知ってたはずなんで、それを実証的に論証しようと思ったら、オランダから来た船の積み荷目録の中にそれがないかですよ。あるいは東インド会社の積み荷目録とか必ずありますよ。オランダ図書館とかにどこかに納本してるから。それからニュートンに関してとかならば英国王室とかそういうところが知ってる。でバーゲンが生まれるはるか前にニュートンはプリンキピアを出版してますからね。その図だけでもね、印刷して持ってきていたんじゃないだろうかと。あるいはオランダ船の中に、まあ、そこそこの学者が乗っていたとかね。で教会の牧師が来ますからね、牧師じゃない神父が。で神父はそこそこ頭のいい人でないとね、神父は務まりません。アリストテレスの自然学とかを理解できないとね。で詳しいその数学的な知識がなくても理解できる範囲を理解して出島にその知識を持ってきていたと。それをそのオランダ通図に話し、オランダ通図が記録に残し、処方の学者にそれを伝えていたという経路が当然考えられる。オランダから日本は半年から1年で来てますからね。日本つまり出島ですね。それからまあ1年ぐらいかけて象ですら出島から江戸まで将軍様に会った象がいるんですよ。だいたい1年で行ってますよ。だからそれに比べれば船旅早いですからね。で、没書は晩婚の託するところと、気を発して窮するに疲れず、質を収めているるに、いるるに満たず、賢治はすなわち終身の遊ぶところなり、来たるを迎えて当たるに残さず、行くを送りて違うにとどまらず、ゆえに。これはもうとてつもないことを書いてるんだから、これが分かる人がいないんですよね。で漢文というのをなんか専門家にしてしまったのがね、そもそもの間違いなんですよ。そういうの全部取っ払わないと。スマート古典研究には専門科目なんかいりません。学問をスマートにやるのであればね、もうこれまでの出版物とこれまでの研究で十分。それを発展させようと思ったらもう実にスマートにやらないと発展させられません。字は神仏に、ロス、しかして今は東宮の天をなす。で次はここからいきましょう。13分になりました。